肉影おお津波がやってきた。黙ってやってきて黙って去った。ここは岩沼、石巻の近くの名取郡。そこである私の見たのは、私の見たのはあの子たち、あの方たちの何もないが、家々が建っていた。その場所に遠く海辺に一艘だけ船があり、それは車の影、誰も乗っていない幽霊になった。幼稚した孤独な船であった。津波が去っていった。その後に船は一人で残っていた。人たちは去り、現世には誰もいない。船は片っ船に、一人残り、人々は集まり、亡くなった親族たちの今は廃墟となった家の裏庭に立ち、その家沈黙であるの。その一角に死は堂々とそっちのけに、勇気のごとくあっけらかんと死の霊指令をピンポンのように漂わせて、すっかり津波で亡くなった人たち、船、今夜は眠れないであろう。あの船がやってくる。人々はみんな死んだ、死の国に行ってしまった。その後あなたはどうする気であろう。あの船がやってくる。この土地は津波が退去して支配し、人々を、家を、命すべて蹴散らして、あっけらかんとした春の少し冷たい気配だけが知らぬ顔で、桜を少し心ばせ、山あいで気づかぬふりをして、しかしこの土地で生まれた男もいて、六十数年ぶりに初めて訪れて、祖母やかつての幼い時のお友達、その記憶すらどこかに霊魂がいて、自分に優しく話しかける。どこかに霊魂がいて、自分に優しく話しかける。どこかで無意識に眠
津波で陸地に起き上がられた船、漁船のこと。夜になった。人は一人で自分に
けだ。どの家も壊れ、どの家も粉々、姿を残した黄色い小さな家には夕方住んでいた人たちの友達が集まって、何か住んでいた人たちの魂が光るのが見えた。暗がりで体を乾かしてる船、昭和初期の新聞も敷いてあった。謎は死者にも生きている側にもあった。どちらもどちらも深く愛が込めてあったのだ。魂がそこにあるのはわかる。少し暖かい夕日が現れ、近くの山の桜に思いついたように咲き始めた。さようなら、また会いに来ますよ。さようなら、また会いに来ますよ。魂の奥深い霊魂の雲の今夕日が映り、それはもうその瞬間命を失って魂がプツッと体から飛ぶのが聞こえました。翌日この地を訪れた人たちがそこに明るい原っぱになった海岸、魂すら残っていないようなひときれの砂の代わりに瓦礫の山、茶碗、たくさんのうずもれた、壊れた、ちぎれた、潰された数々の生きていた日のここで生活していた人たちの日常、命のそばのお友達、誰もいない、誰もいない瓦礫、それだけが遥かな小さな、ああ森まで続いていくその瓦礫、小さい横長の大きい船が張り付いてる、その前に止めでもなく続く瓦礫の山。夕方である。太陽は控えめに横を向いて、夕日だけが差し込んでいた。私たちはこの地を去る前に、ハイウェイの下にただ一つ残ってる黄色い横長の家に祈りを捧げ、この家の前を塞ぐように巨大な黄色い船が何者かなぜ、津波の身が知ってる知らないが、何か祈らずにはいられない、心を抱えてこの地を去った。何者か祈らずにいられる心を支えてこの地に立った。ありがとうございます。皆さんも祈ってください。はじめちゃんとゆりちゃんとどっちが